にちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日はなんと皆さんに緊急発表がございます。第4回越境 3.0 ワールドツアー、アイスランド周遊ツアー開催決定。はい、いよいよ第4回目となりました。第1回アゼルバイジャン、そして昨年12月第2回ドバイ、アブダビツアーで、そして第3回が今年4月に行われましたサウジアラビア周遊ツアー。これまで3回のワールドツアー開催してきたんですけれども、次はいよいよ第4回となりました。そして第4回の目的地はアイスランド。このアイスランドというのは、まあ、僕が生きる指針を身につけたというか、もう本当に人生で最大限影響を受けているものすごい大好きな国です。越境 3.0 チャンネルをご覧の皆様は、まあ、カズさんは中東が大好きで、でサウジアラビアとか UAE、 エジプトとかアゼルバイジャンとか、まあ、そういったところが大好きなんだろうと、まあ、皆さん感じてると思うんですけど、もちろん大好きです。もちろん中東の国々すべて大好きです。でもその中東の国々よりも勝る形で、まあ、僕が一番大好きな国、カズさん世界で一番大好きな国はどこですかと聞かれた時に、まず真っ先に答える国がアイスランドなんですよね。このアイスランドという国は僕の人生観を変えるぐらい、それほど大きな影響力を与えてくれた国なんですね。本当に生きる指針と言いましょうか、自分がどういう方向に向かって生きていけばいいのか、どのような考え方、価値観で生きていけばいいのか、まあそういったことをこのかなりがっちりと自分の中で固めてくれた国の一つということになります。アイスランドの何に影響されたのか、まず何と言ってもこの国は DIY、 Do it yourself、 自分でやれることは自分でやりなさいと、まあ、そういった自己責任という考え方が国民全体に行き渡っている国です。まあ、一時期ね、日本も自己責任論という話とか出てきましたけれども、まあ、日本の場合は、まあ、企業に依存して、国家に依存して、他人に依存して、で、まあ、みんなでね、まあ、協調を持って、でそれで一つのものを作っていこうという、それはそれで日本の良さでもあるんですけれども、でも今この時代の流れの中で、もっともっとインディペンデントであればなおいいと、まあ、インディペンデントであった方が幸せになれるんじゃないかなと、まあ、企業にも依存せず、国家にも依存せず、自分の責任で自分の好きなことをやるという、そういう考え方、これがまさに DIY の国、アイスランドのアイデンティティ、アイスランド人の考え方なんですね。例えばアイスランドでは2008年金融危機がありました。リーマンショックの影響を大きく受けて、でアイスランドの3つのメガバンク、カウプシング銀行とランズバンキとグリトニル銀行、この3つの銀行が国有管理下に入ったんですよ。でそれで、まあ、それほどひどい、まあ、金融危機の影響を受けて、アイスランドショックというものが起きました。アイスランドクローネというのはもう非常にこの強く、もう大きく大暴落をして、アイスランド人のこの通貨アイスランドクローネはもう紙くず同然に、まあ、近づいていったんですよね。でその中で、まあ、アイスランド人も非常に不幸になったんではないかと多くの方が思ってると思うんですけれども、まあ、僕もアイスランド人の知り合いたくさんいまして、まあ、特にアイスランド の, その金融関係者、特にこの金融危機の影響を大きく受けている人、もちろん仕事を解雇になって、で証券会社の会長なんかはもう廃業してということで、もうみんな一気に仕事を失ったんですね。で持っているお金もほとんど価値がないという状態になった。その中でアイスランド人に、まあ、メールを送ったんですよ。ものすごい心配したんで、アイスランド大丈夫ですか、金融危機の影響はどの程度なんでしょうと、まあ数名の方にメールを送ったら、その全員がね、大丈夫だよと、アイスランド人は別にどこでも生きていける、テントを持って自分の車に乗って山奥の方に行って、でそれでサーモンを釣って、今日はこんなたくさんの食事が取れたとかって、まあ結構、まあ、楽しく笑って生きているんですよね。どんな危機が起きても彼らアイスランド人というのは、まあ、どんな中でも楽しく明るく生きていける、そういったアイデンティティを持っています。その彼らのアイデンティティっていうのがまさに Do it yourself、 自己責任でやると。だから会社と会社のミーティングなんかに関しても、まあ、大体日本人の担当者が来ると、日本の場合は、まあ、大体じゃあいい話ですね、でも一回会社に持ち帰って検討しますと、で検討しますと言ってすぐ返事が来るならば、まだしも検討します、検討しますと言って何ヶ月も検討して結果やりませんということが、まあこれまでもそういうのも多くあったんですけれども、アイスランド人の場合は担当者が来て面白ければやる、面白くなければやらないと、その場で担当者自身が自己責任で判断するという、まあそういった社風もあるので、まあアイスランド人の会社員なんかも非常に楽しく仕事をしているんですよね。
まあ、好きな時間に会社行って、で仕事が終わったら好きな時間に帰って、でそれでまあ自分の副業をやる、で家族とまあ遊びに出かけるとか、本当にこんなんでいいんだろうかっていうぐらいね、結構自由気ままにアイスランド人っていうのは仕事をしているんですよ。でそれがまさに彼らの、そのこれは自己責任でやってますと、自分の仕事に責任を持ってやっていますという、そういったことの表れでもあるんですよね。でこの国はやはり地球の割れ目であるということ、アイスランドを真っ二つに裂いているのが北大西洋中央海嶺といって、北米プレートとユーラシアプレートが引き裂かれ合ってる場所の、そこのど真ん中にあるのがアイスランドという国なんですね。なのでアイスランドは新大陸とも呼ばれています。毎年毎年右に2センチ、左に2センチで、毎年4センチずつこの島は大きくなっているというんで、まあ何万年後か何百万年後かはね、ものすごい大きな大陸になってしまうという、そういったまあ話があって、ここは新大陸とも呼ばれているんです。その地球の割れ目から作り出す、もう日本では見られない多大なる大自然、これが非常にアイスランドの魅力をものすごい、もう真っ向からダーンともう目の前に飛び込んでくるという、まあそういった国がアイスランドです。これどういう場所があるのかというのをね、後でちょっと写真を皆さんに共有していきたいと思うんですけれども、まあ、これが本当に一度見たらもう二度と忘れられないこの光景で、そのアイスランドの DIY も僕大好きなんですけども、やっぱそれと同じぐらい、このアイスランドのもう本当にこれまで見たことのないこの大自然の壮大な環境、これがもう一生もう忘れられない、もう自分の頭にとっても心にとっても、もう強烈なビタミン C として体内に注ぎ込まれるという、このアイスランドの光景、これ皆さんとぜひ共有して、皆さんと一緒に涙を流したいと思います。もう本当に大好きなアイスランドの大自然とアイスランド人のアイデンティティ、これ皆さんと共有することで、もうちょっとでも強い日本が作られていくんではないかなと、僕はそう信じてやりません。そしてこういった DIY のアイスランド人を支えているのは、世界で一番の読書量、世界一の読書量なんです。アイスランド人は人口あたりで換算して読書量が世界一ということなんで、とにかく彼らは本を読むんですね。で読書量が世界一に加えて、著者の数も世界一、人口あたりの著者の数、だいたい10人に1人が本の著者だと言われているんですけれども、まあ皆さん本を書きたくて書きたくてしょうがない。自分の生き様をみんなに聞いてほしい、みんなに見てほしい。そういったアイデンティティがこのアイスランドにはあるという。で、そして自分の自叙伝、しかも別に有名人でも芸能人でも何でもない、どんな人だか分かんないような、その人の生き様なんかを誰が読みたいと思うのかと思うんでしょうけれども、アイスランド人はね、そういった人の生き様、どういう考え方で生きてきたのかというのを知りたがるんですね。みんながそういう他人の生き様を知りたい。で、そして自分に参考になる部分は参考にしていく。で、それで、まあ、その生き様を描いた、そのアイスランド人の本というのが非常に売れているんですよ。ということで、アイスランド人は、みんな著者になりたがる。その結果、国民のうち10人に1人が本の著者であるということ。これも世界一の、まあ、著者の数、人口あたりの著者の数と言われていますね。で、こういったアイスランドがね、本当に日本にとってものすごい大きな影響を与えてくれてる。いろんな、影響、いろんなヒントが隠されている国であると。いうことをもう僕は信じてやまないわけです。で、その中でも、まあ、特にね、この火と氷の国と言われたアイスランドのこの地熱エネルギーというのが、まあ、アイスランドはこの非常にこの力入れて促進されていて、これがね、もうものすごい日本はもうものすごい見習うところがあるんじゃないかと。まあ、アイスランド人のアイデンティティに加えて、こういった地熱に関するノウハウ、そういったところが、まあ、日本は非常に見習うところがあるんではないかなと。まあ、例えばアイスランドには、ヘッドリスヘイディ地熱発電所という世界最大級の地熱プラントがあるんですね。これ見てください。これ美術館じゃないですよ。発電所ですよ。こういった三角のとんがった屋根でガラス張りの建物、これがアイスランドの発電所なんですね。日本は地熱エネルギー量が世界第3位と言われています。アメリカ、インドネシアに次いで第3位が日本。で、地熱エネルギー豊富にあるんだけれども、日本ではなかなか地熱エネルギーは促進されていかない。まあ、これはね、まあ、なんとか発電村とか、まあ、いろんな利権も問題もあるし、で、そして、まあ、国立公園に発電所作ってはいけませんよという、そういった法律もあるし、まあ、いろんなしがらみがあって、まあ、なかなか日本では地熱発電というのは、この大きく推進させていくことは、なかなか難しいんですけれども、
まあでも国立公園に発電所作ってはいけないというのは、発電所は国立公園の景観を壊すからという、そういった理由でそういった法律が作られているわけなんですが、アイスランドの発電所、これ景観を壊すどころか景観に溶け込むような発電所、そういった発電所を国立公園の中に作って、このヘッドリス・ヘイディ地熱発電所というのは世界で最も注目されている世界最大の地熱プラントということなんですよ。でなのでここは世界中から、まあ、たくさんの政治家、まあ、いろんな人たちがね、まあ、ここに視察に来るわけですけれども、まあ、僕はこのヘッドリス・ヘイディ地熱発電所を一番最初に見に行った時、この発電所のスタッフに言われたのが、あなたは日本の政治家さんですかと。いやいや、僕は政治家でも何でもないですよと。ただの一個人観光客ですと。まあそういう話をしたら、ここは世界中から政治家の方たくさんいらっしゃるのよと。これが世界最大、世界最先端のトップクラスの地熱プラントなので、世界の政治家さんがここにたくさん、まあ視察にやってきますよと。まあそういったことをお話しされていましたね。で、日本人の感覚だと、まあ発電所、まあどうしても野暮ったいこのプラント的なイメージがあるかもしれないけれども、ここの発電所というのは、まあ世界中からそういった視察客も来るし、修学旅行生も来るし、で、そしてまあ観光地としても開放されている場所なので、この発電所の入り口というのは、まあお土産屋さんがあって、で、そしてカウンターバーがあって、発電所の見学終わった後は、ワインとかビールを飲んで、この発電所のスタッフがこの生ビールを注いでくれるというね、まあそういったまあアトラクションもあるわけですよ。で、そして、まあ、発電所見学終わって、美味しいビール、ワインを飲んで、で、終わった後、このお土産屋さんで、発電所の土産を買っていくという。まあ、この発電所っていうのは発電事業だけじゃなくて、まあ、熱水供給とか、お土産屋さんとか、あと、まあ、カウンターバー、お酒を売っていたりとか、まあ、いくつかの収入源があるわけですね。で、そういった収入源をすべてカバーすることで、まあ、初期費用、イニシャルコストがすごいかかる地熱発電所を、まあ、できるだけ、まあ、利益を最大限化していくという、まあ、そういったやり方が詰め込まれているのが、このヘッドリス・ヘイディなんですね。で、なおかつ、この地熱というのは、もう発電所がこの地熱を掘ってたら温泉が枯渇すると、日本全国の温泉協会さんとかが、まあ、そういったまあ反対運動なんかも起こしているんですが、このヘッドリス・ヘイディ地熱発電所、レイキャビクエナジーという会社が運営しているんですけれども、そのレイキャビクエナジーによると、地熱は絶対に枯渇しませんと、まあ、厳密に言うと枯渇しないやり方があるんです、ノウハウがあるんです、そのノウハウをこのヘッドリス・ヘイディから学んでくださいと、まあ、そのようなことを、まあ、このレイキャビクエナジーのスタッフの方々はおっしゃっていますね。で、そうした地熱発電も含めて地熱エネルギーから生まれるいろんな副産物があるわけですよ。このストロックル間欠泉というのもものすごい観光資源になっていまして、これはまあ世界最大級の間欠泉と言われているんですけども、ここはね、ランダムに高さ30メートル程度までバシャーンと100度の熱水がもう一気に吹き上がるというものすごい壮大な光景が見られるストロックル間欠泉。ここもね、世界最大の間欠泉なんで、その興奮度合いといったら、もうこれは見ている人のもう興奮、もうエキサイト絶好調まで達していくという。で、そして地熱の副産物といえば、やっぱりなんといっても温泉。世界最大の露天風呂、ブルーラグーンというのが、このアイスランドにはあるんですけれども、ここは、まあ言ってみればただの露天風呂ですよ。ただの露天風呂なんですけれども、世界最大の露天風呂で、ここはもう世界中から観光客がもう押し寄せてやまないという、ただの温泉なのに入場料が7000円、今円安なんで、まあ、1万円ぐらいするんじゃないかなという、お風呂に入るだけでも1万円というね、それでも連日連夜大行列、それがこのブルーラグーンという世界最大の露天風呂です。このブルーラグーンで取れるシリカという成分が非常にお肌にいいということで、ここで売られている洗顔フォームとかクリームとかそういった化粧品が、イギリスのブリティッシュエアウェイズの機内販売で何年間も売上高ナンバーワンを記録したというぐらい、もう世界で大人気のこのクリームとかそういった化粧品がこのブルーラグーンで作られる化粧品なんですね。しかもこのブルーラグーンのシリカというのは日本の東京大学が研究しているという、日本とアイスランドのもう共同合作のもう世界最高峰の化粧品なんですよ。それがこのブルーラグーンで販売されています。この世界最大の露天風呂、ここはもう本当にも魅力満載の露天風呂。このブルーラグーン全体がね、もうオーロラベルトに覆いかぶさっているので、運が良ければオーロラ見ながら露天風呂に入ってワインを飲むという、この温泉の中でワインもビールももうウォッカも何でも飲めますから、
お風呂に浸かりながらお酒が飲めるという、そういった温泉です。で、そして地熱の、また一つの副産物。これが、先ほど言ったプレート二つが引き裂かれ合ってるわけですよ。これが、このシンクベトリル。ユーラシアプレートと北米プレートが引き裂かれ合っている場所。ここが、2センチずつ右と左に移動しているわけですけれども、ここの壁があまりにも高くて、音の反響がいいので、世界最古の民主主義はこのシンクベトリルで行われたという。アイスランド人がね、昔言ってみればノルウェーからのバイキングがここに、移住をして、で、そこで生活を営んでいたんですけれども、アイスランドと全土に集まっているバイキング同士が喧嘩をしていたんですね。時には殺し合いをしていました。で、そういった、戦っているバイキングたちがね、いやいや、これ、殺し合いをするんじゃなくて、ちゃんとみんなで話し合いをしようと。話し合いをして、いろんなことを解決していこう。決め事を作っていこうということで、アイスランド全土から集まってきた、アイスランド島の、ほぼ中心部に近い、この大陸の裂け目。このシンクベトリルという高い壁があるところで、マイクやスピーカーがない時代にね、たくさんの人に自分の、意見、主張を伝えることができるということで、この高い壁に挟まれたシンクベトリルでみんなの話し合いが行われた。これが世界最古の民主主義、いわゆるアルシングと呼ばれているもので、このアルシングが母体となって、ヨーロッパ全域に、で、そしてアメリカに、そして日本にと、この民主主義が広がっていたという、そういったお話が、歴史があるわけです。で、そしてやっぱアイスランドといえば火と氷の国の氷ですよ。氷、火は地熱で氷は氷河なんですね。アイスランド最大の氷河、そしてヨーロッパ最大の氷河、それがバトナヨークトルです。アイスランドの道路をずっと車で走っているとね、目の前にドドーンとこのそびえ立つというか広がっているというかね、ものすっごいでかい氷河がいきなり現れるんですよ。このバトナヨークトルという、欧州最大の氷河が氷の厚さが1000メートルで、そして面積が兵庫県と同じ面積という、まさにヨーロッパ最大のこの氷河、この氷河が目の前に現れた時にはね、本当にぶったまげますよ。と同時に、なんかやっぱりね、氷河って恐ろしいなというね、そういった感覚に陥るんではないでしょうか。もう自分が飲み込まれてしまうんではないかというね、そういった感覚がこの迫り来るもの、それがこのバトナヨークトルなんですね。このバトナヨークトルから、夏場になると氷が崩れ落ちてくるんですよ。その崩れ落ちてくる場所がヨークルスアウルローンという、この氷河湖ですね。この氷河湖が、冬も夏も、とにかくでっかい氷山がたくさん、もう本当に北極のようにね、このプカ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 浮いているわけですけれども、この氷の隙間を縫って、ずーっとこの中を、この氷河湖の中を、航行する船、その船にもね、みんなで乗って氷山の間を入っていきたいと思います。で、そしてこの氷河から流れ出てくるこの水、それが滝となってアイスランド全土あちこちでもう出てきているわけですよ。もう本当に名前もないでっかい滝なんかももう無数にあります。で、そんな中でもね、やはり我々が行くべきアイスランドのもう巨大な滝、それをいくつかご紹介したいと思うんですが、まず一つ目が僕が一番大好きな滝、それがセリャラントスフォスです。もう世界で唯一地平線と滝が同時に拝める場所として有名なこのセリャラントスポス。これね、まるで CG のような写真ですけど、 CG ではないですからね。こういった写真がパシャッと、もう本当に綺麗に撮れるという、これぜひセリャラントスポスでね、 Google で画像検索してみてください。そしてもう一つ、ヨーロッパ最大の滝と言われているこのアイスランド最大の滝がグトルフォスです。もうこれもね、ものすごいこの氷河の雪解け水がもうドサーンとものすごい轟音を立てて、夏場はこの滝が落下していくわけですけれども、もうこれ深すぎて下の方は見えないですね。で、そしてこれ見てください、左端の方にちっちゃく映ってるのが人間です。この先までね行けるんですけど、結構恐ろしいですよ。水しぶきもこの滝の轟音もものすごい巨大すぎて、もう本当に恐ろしくなるぐらい。で、そしてもう一つ、スコガフォスというのがあります。もうこれ綺麗な長方形を描いたこの滝。もう本当にこれもでっかい滝なんですけれども、これも滝の一番上の部分までね、階段で登っていって、上から下を眺めることができるし、下から上を眺めても壮大なんですけれども、このスコガフォスの特徴というのは、この滝の落下地点が海抜0メートル地帯。0メートル地帯なんで、この写真のすぐ落下はすぐ海なんですよ。
海に向かうそのもうほんとすぐ直前のところにこういった巨大な滝が海抜0メートル地帯にあるという、まあ、とても不思議な滝なんですね。今ご紹介したところも全て行くんですけれども、もうこれだけではない。やはり冒頭で話したアイスランド人のアイデンティティ DIY Do It Yourself というのが、僕自身がやはりこの人生観を変えた一番のもうこの最大の生きる指針としてね、まあ、今の僕を支えてくれているという、まあ、それほどの国なので、ぜひ越境 3.0 チャンネルの視聴者の皆さんと、一人でも多くの方と、このアイスランドという僕がもう本当に大好きな国を皆さんと共有して、で、一週間のツアーの中で、皆さんと共に、いろんな国際情勢を共有して、皆さんともう前向きで明るく光の差す方へと、まあ、そういった感じで、まあ、魂の選択をしていきたいと思います。で、そしてこちらのツアー、本日から募集を開始しております。概要欄の方から、リンクの方からお申し込みいただきたいんですが、このツアーの内容、こちらになっております。第4回越境 3.0 石田和康氏と行くワールドツアー、アイスランド周遊7日間、日程が8月の18日から8月の24日です。旅行代金が121万円と、ちょっと高めになってしまったんですが、これもともと物価の高いアイスランド、で、そして夏休み真っ只中のシーズン、で、そしてそれにさらに加えて今の円安ということもあって、まあ少し高めの値段にはなってしまったんですけれども、これ HIS の担当の方が言うには、これアイスランドの7日間周遊で非常にリーズナブルに抑えることができましたと、内容は絶対自信がありますということなので、ぜひ皆さんご期待していただけたらと思います。これまでのドバイ、アゼルバイジャン、そしてサウジアラビアツアーももう非常にもう迫力の大興奮のツアーでした。みんなが一体となって一丸となって、ものすごい盛り上がったツアーだったんですけれども、ひょっとしたら今回のツアーはそれ以上のものになるかもしれません。そういった自信があります。僕も HIS さんも非常に期待の、非常に自信のある、ワールドツアーとなっておりますので、お時間許す方、ご都合合う方、ぜひご参加ください。今回はですね、これまでのツアーとは違って少人数で開催していきたいと思ってます。ということで人数は15名限定で、今回募集させていただきたいと思います。で、なので、アイスランド行きたいよと、アイスランドに行ってみたいという方はぜひお早めに概要欄のリンクの方からお申し込みいただけたらと思います。必ず後悔はしません。もう本当にものすっごいもうとんでもない景色、見たことも聞いたこともないようなそういった光景やそういった状況、そういった、アイスランドのシチュエーション、我々が学ぶことたくさんありますので、まあ、その中で、魂の選択をしていきましょう。皆さんとアイスランドでご一緒できることを楽しみにしております。ということで、概要欄のリンクの方から、参加お申し込みをよろしくお願いします。ということで本日は越境 3.0 第4回ワールドツアーアイスランド周遊7日間のご案内をさせていただきました。皆さんの参加をお待ちしております。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新してます。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。